土屋麻凛、13歳の中学2年生です。趣味はスポーツで、今陸上部でリレーと短距離とハードルをやっています。特技はよさこいです。趣味、将来の夢はイルカの飼育員で、今はグラビアで頑張っています。今日はその特技のよさこいをやろうと思います。じゃあいきます。ありがとうございました。土屋麻凛でした。以上です。芸能的な夢は何かあるんですか？芸能的な夢はマルチタレントですかね。やりたいと思います。はい。イルカの飼育も、はい、ああそうですね、イルカの飼育もしながらしながらできるかどうかわかんない。でもイルカの飼育にはなりたいんですか？あ、なりたい。あ、夢です。あ、夢ですね。イルカが好きな？あ、イルカが好きです、うん、大好きです。じゃイルカと一緒に泳いだりする、うん、したい。したい。水泳も得意なんですね。水泳は得意です。グラビア以外にも、例えば女優さんとかアイドルとか、うん、ファッションのモデルとか、はあ、そのなんかこうグラビア以外にやってみたいことっていうのはモデルです。あなたにとってのアイドル土屋アンナさんって結構インパクトじゃないですか。あ、はい。そういう感じの人は好き、目指してる？目指してます。なんかいろいろ好きなことを言えたり、言いたい、なんかいろいろ挑戦したりとか、いろんなことをやってみたいと思ってます。はい、じゃあ大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございました。